皆さんこんにちは、デトネーターの釈迦です。今回はですね、映像様に提供していただいた、フォリス FG2421 の、開封動画を撮ろうと思います。このモニターの特徴はですね、リフレッシュレートを 240Hz 出すことができる、ゲーミングモニターとなっております。まずは付属品なんですけれども、一つは電源ケーブル、ディスプレイポート、あと USB ケーブルになります。パーツは先ほど説明した通りのもので、あとは組み立てを行います。こちらがスタンド、こちらがディスプレイです。この2つを、あとくっつけて、あとはディスプレイポートで接続を行って電源ケーブルを挿せば完成です。あとはロックする方向と、そうでない方向の矢印が書いてあるので、その方向にネジを回して完成。早いです。あとはケーブルをつなげば接続できます。はい、以上で組み立ては終了になります。あとはですね、このディスプレイの裏手にある、右手にあるのが電源ケーブル、左手にあるのが、HDMI ディスプレイポートになります。こちらにあとは接続していただくだけで、ゲームをプレイすることができます。はい、以上、映像フォリス FG2421 の開封動画でした。